こんにちは。こんにちは。ライフバンク株式会社です。トラックボーイズです。あの愛知県の大府市に新たに出張所を出すんでしょ。そう、まあ、駐車場だけだけどね。駐車場だけ、駐車場とプレハブね、現地でちょっと集めたいと。そうそうそう、はい、全国で見とるでみんなわからんと思うけど、うん、名古屋の南の方なんだけど、大府市ってところはそこに拠点を開くんだけど、今うちは名古屋の西側が多いんだわ。で、みんな生活あるし、家もその辺だから、そっちに移動っていう風な解説しないから、新たに募集をしたいのね、オーブってとこに。今まで家が遠くてライフバンク検討外だったなっていう人もぜひ来てもらいたいなって思って。そういう動画です。そういうことです。そういうことです。はい、はい、どんな仕事やるんですか。仕事はですね、化合台車の仕事なんですけど。化合台車の仕事、4トンの大きさのトラック、うん、で、まあ、増トン車っていう重い荷物を積めるようなしてある仕様、まあ、あの運送業で積めてる方は分かってみると思うけど、そういうトラックでお昼からの便ですね。15時ぐらいに出勤して夜の2時3時ぐらいまで、まあ、長いけど仕事は結構やりやすい仕事だと思うので、カゴ台車ゲートのルート便ってことは大型免許がいる、中型免許だね。中型免許で行ける、うん、中型免許で行けるんだけど、僕らは8トン限定なんだわ、うん、都市で乗れる人はね、うんうん、だけど今中型取ると11トンまで乗れるんだけど、うん、その11トンのトラックなんで。なるほど。ただ持ってなくても中型免許は取りに行ってもらってっていう風な形なんで大丈夫です。若い方でも大丈夫です。中型持ってない未経験者でも大丈夫です。我々未経験なので、社長は未経験。そうですね。経験者来ると緊張する。いや、まあ緊張はしない経験者の方もぜひ、あの頼ってる、ありがたく頼ってる、はい、一番気になるのはこれですよ。給料、これ月間21日2日出勤なんだけど、うん、初めで総支給で30ぐらいかな。で人事効果で上がっていくと35とか、うん、そういう感じになるような感じですね。昼型の仕事やりたいよっていう人もその仕事もあるんで。あ、昼の仕事もある、うん、そう相談してくれれば。わかりました。大丈夫です。もっと詳しく知りたいよって方は、うん、月に1回ウェブ説明会っていうのをやってますので参加してください。概要欄にあの応募フォームありますので、はい、ピッとしまって、そこから応募してください、はい、とっても簡単にできますので、はいはい、よろしくお願いします。終わり、終わり、もう終わり、編集めんどくさいね。終わりで